押しペース。よし。よっしゃ、でかい。大人をも夢中にさせるバスフィッシングの魅力。それは DNA の深層に眠る狩猟本能と所有感をかきたてる独創的な道具にある。よしだった。伊藤由紀、トップアングラー、デザイナー、そして経営者として複合的な才能を持つ人物。一人の青年が立ち上げた小さなガレージファクトリーは25年の歳月を経て巨大ブランドへと成長を遂げた。今もカロッツェリア内部の工房で道具たちと向き合い多くの時間を費やす伊藤。創立から実に四半世紀、彼のものづくりへの情熱とその独創的な世界観は多くのアングラーたちを魅了。そう、メガバスの原点はガレージにある。マテリアルやテクノロジーに進化はあれど魂は同じだ。伊藤は再びガレージに戻り未来を作る。豪雨の後の大分県芹川ダム、梅雨真っ只中の取材だが、多忙なスケジュールだけはどうしようもない。下流域のダムフェンスへ X ポッドを放つ。よし、乗った X ポッド。よっしゃ、いきなりのビッグバス、はい、よっしゃ。その破壊力に驚く。いいですね。リップを閉じ、コマンド1。よし、乗ったコマンド1だったね、今度は。なかなか、やったバスを狂わすわけがある。歴史的大減水に見舞われた春の北川ダム、ここに伊藤の姿があった。らしき変化は全て打ち尽くす。そしてインターセクションに絡む沖のティンバーへ X ポッドをキャスト。なんだ今の出方。ああ、こんな感じで出ちゃったんだ。よし、わかった、わかっちゃったぞ。今度はリップを閉じ、ペンシルベイトモードへ。リベンジマッチ、よし、乗った。ほら、リベンジ、よっしゃ、ういよっしゃ。ふう、コマンドゼロでしたね。今のは分かっちゃってましたね。おお、めっちゃんこ引く。よっしゃ、いきなりでけえじゃん。よっしゃー、いきなりでけえ。ふう、X ポット、よっしゃ。ふう、危ねえ、フックがやべえ感じで、一発目こう食い上がったんだけど、なんか、なんか空食いみたいな感じだったんですよ。ちょうどフックがなんかボディになんか巻いちゃってて、で2回目はもう多分これは絶対出るなと。やっぱり大人の休日はこうでなくちゃ一瞬ちょっとなんかフィネスなことしようかなとか頭よぎりましたけどね。よっしゃー、エクスポット。よっしゃー、いきなり取ったー。シューいい出方でしたよ、チュポーンって感じで。